代表森保監督です。激しい展開の末 0-1 という結果になりました。この結果まずどう受け止めますか？いや、あの選手たちは、この完全アウェーの中でも非常にあの素晴らしいファイトをしてくれたと思います。しかしながら、結果は厳しいものとなってしまったのが、まあ、そこが残念なところです。前半からオーガナイズできている中で右サイドで少しだけズレができた中で失点につながってしまったと思うんですね。あのシーンどう振り返りますか？いや、まあ、選手たちが全力を尽くして戦っている中、まあ、後半少し疲労が見えてきたところで、合わなかった、シーンが失点となってしまったかなと思います。これで3試合を終えて勝ち点3という結果になりました。次、ホームで大阪で迎え撃ちます。ここから次への意気込みと、ここから日本代表に必要なものをお願いします。結果厳しいものとなってますけど、ワールドカップ出場に向けて、まだまだ諦め、なければ必ずワールドカップに行ける、切符は掴み取れると思っています。いい結果になりました。今の率直な感想をお願いします。いや、もう次勝つしかないですね。3試合終わって、勝ち点3という結果、今どういうふうに受け止めていらっしゃいますか？まあ、もちろん全く足りてないですけど、まあ、もう次のことを考えるしかないと思うので、まあ、次オーストラリアに勝つしかないと思ってますし、サウジとのこの借りはやっぱホームで絶対返したいなと思います。非常に激しい試合展開の中で、本当にあの一瞬だけズレが生じてしまったと思います。あそこのシーン振り返ってもらえますか？ミスが起こってしまったのはしょうがないと思うので、まあ、それも含めてサッカーですし、まあ、それよりもやっぱり 0-0 の時に点が取れなかったことが問題かなと思います。まあ、よく我慢してたと思いますけど、まあ、本当にあの1個だけで、まあ、相手に形を作らせることもなかったと思うんですけど、まあ、これが最終戦だなというふうに思いますし、まあ、もちろん僕たちもそうですし、見てる方も満足できる内容じゃなかったと思いますけど、まあ、予選が終わったわけじゃないですし、次に切り替えて勝ちたいなと思います。次絶対勝ちたいなと思います。そして次の試合に向けて、まあ、メンタル、フィジカル含めていろんな巻き返しが必要だと思います。ここから大切になるものを教えてください。まあ、頭の中しっかり切り替えて、移動も含めて、リカバリーが勝負になると思うんで、いいコンディションでオーストラリアを迎えなきゃいけないですし、確実にホームで勝ち点3を取らなきゃいけないですし、まあ、もちろん批判されることは分かってますが、まあ、繰り返しますけど、まだ終わってはないんで、終わった時にジャッジしてもらえればいいなと思いますし、まあ、その時に責任が結果が出なければ、もちろん協会監督、そして選手も責任を取る覚悟はできていると思っているので、終わってから判断してもらえばいいなと思います。じゃあ最後、キャプテンとしてチームにどんな働きかけをしていこうと思ってますか？もう前を向いて背中を押していくしかないと思うし、まあ、自分自身が突き進んで、まあ、味方を背中を引っ張っていかなきゃいけないなと思います。ありがとうございました。ありがとうございます。続いて日本代表遠藤選手です。アウェーで非常に悔しい結果になりました。今の率直な感想をお願いします。まあ、結果は非常に残念ですし、まあ、アウェーでね、厳しい戦いになるのは分かってたし、まあ、1点勝負っていうところで最後、まあ、うちが取れればよかったですけど、まあ、先に取られてしまったっていうところは、まあ、今日の結果は全てかなと思います。はい、勝敗を分けたポイントどこにあったんでしょうか？まあ、やっぱり1個いいかも、そのボールの動かし方だったり、その相手の、まあ、セカンドボールを拾うところだったりっていうところはちょっと自分のところでは足りてなかったかなというふうには思うし、まあ、ボールももうちょっと特に奪った後とか、ゴールキックからもう少しね、自分が受けながら、こう相手を崩していくようなプレーとか、縦入れるとかっていうのはできればなっていうのはあったし、まあ、そういう基本的な戦いだったりっていうところも、相手の方が上回ってた試合だったかなと思います。はい、これで勝ち点3試合を終えた勝ち点3という結果です。ここからの巻き返しに必要なものは何でしょうか？まあ、大事なのは一戦一戦、目の前の試合をしっかり勝ち点3を積み上げることだと思うし、その先のこと先を、ね、ずっと見ててもしょうがないんで、まず目の前の次の試合、ホームでできるんで、そこを勝ち点3を取れるように、いい準備したいと思います。そして次ホームでオーストラリアを迎え撃ちます。大事な試合になると思います。最後意気込みをお願いします。いや、もう負けられないですし、まあ、しっかりホームで勝ち点3を取れるように頑張りたいと思います。はい。
ありがとうございました。次まして長友選手です。お疲れ様です。非常に、悔しい結果になりました。今率直な感想をお願いします。負けたということで実力不足です。責任を感じています。ベテランとしてここから巻き返しに必要なものは何になりますか。まあ、強い気持ちで、一人一人が臨みましたけど、今日はいい守備から取られた後の、まあ、攻撃の部分でミスが多かったりとか、この暑い中で相手に持たれるシーンが多かったなと、取られるミスが多かったなと思います。非常に激しい試合だったと思います。ここからどうリカバリーして次に向かっていきましょうか。もう次オーストラリアの試合があるんで、もうしっかりとリカバーして君の血の部分ではしっかりと切り替えて、ただ今日の出た課題っていうものをしっかりとみんなで見つめ直して、特に守備はできていますけど、その取った後のつなぎの部分だったり、フォワードに入った時の追い越す動きだったり、そういった連動性をもっとチームとしてやっていかなければいけないなと思います。次ホームで勝ち点3が求められる試合になると思います。最後意気込みをお願いします。勝利しか考えてないです。ありがとうございました。ありがとうございました。